物を。こら。こら。はい。よし、指一本で止めるぞ。はい。有言実行。おいよ。さあ、本日の第3試合はここよりガルム対ピッタルと三大シングルを取ります。グッド日本勝負。さあ、三大シングルマッチが行われますが、そのまず第一戦、はい、ガルムから大野満、そしてイッパリトからナスティキッド、ただ工事から改名しましたナスティキッド、10分一本勝負でございます。はい。さあ、先ほどのヘビー級の重厚な試合から今度は軽量級の2人の戦いです。はい。さあ、先ほどの試合とは全く違った局面の試合になろうとします。さあ、体重が軽い分手数を打ってスピードで勝負か。はい。本日の第3試合、東進6水戸橋大会。はい。さあ、気持ちが流行ってるのは平田の方か、それを回していく感じの大野満、ベテランです。いいエルフォーが入っていきます。はい。火炎の代表でもあります大野満。おお。なんだ。はい。カメラでどうぞ、どうするんだよ。さあ、上着を脱ぎ捨てて客席に放り込みました。気合が入っているナスティキッド。さあ、体を揺らしてのフェイントから前蹴りの体勢、その距離を詰めていくのが大野満、ベテランでございます。はい。さあ、満選手もいろんな戦いをしてきました。もちろん空手の達人でもあります。はい。空手の達人でありながら時には頭に火をつけて飛んだ試合もありました。はい。メガネをかけてレフリーをやったこともあります。しかし本来はこのような闘神ファイターです。試合に入った空手家大野満、いろんな顔を持ってますが今日はまさに戦う人間、戦う人間。張り手が入った、強烈なサッカーを切って、まさに後ろから前から、いよいよところで、はい、イサミが優雅に勝ったか。さあ、グラウンドの展開、投げていく指一本での挑発、ナスティキッド、当たって指一本怒れ、よっしゃ、指一本がピーです。はい。あ、有言実行でしたね。やったね、よく見とけ。はい。よいしょ。さあ、これで起こったのが大野満、大風術。この選手、空手の達人です。大野満、よく見とけ。指一本。さあ、指一本でどうするか。当たって。これは、こうついたか。さあ、体重を捨てた。舐められんだよ、舐められんだよ。まあ、ある意味これは挑発でもあります。これは大野満に対するナスティキッドの挑発でしょうか。さあ、序盤戦は大野満が有利でしたが、ここに来て互角の戦いか。さあ、蹴り降りていく。
さあ、互角の戦い。5分経過、5分経過。さあ、ここで試合は折り返し地点の5分を経過しました。本日の第3試合、東進6スイートマッチ大会。ガルム対イクサビト。全面対抗3大シングルマッチ。その第1戦であります。3、4、5、6、7、8、9、10。さあ、10回転してきました。これですね、あの一瞬こうお客さんからすると回しの方もぶつかると思うんですけども、回しの方はこれ足元を見るんですね。足元を見回すと目が回りやすいようになっております。さあ、腕を引いた体勢か伸び切ってしまうと、一瞬こっから次の体勢だ。さあ、目が回ってさらに腕を引いたら、ロードコールを呼び込む。ここら辺も挑発か。似合った表情をして相手を挑発。ナスティーヒット。日中としては舐められてはいけません。ベテランの意地を見せてほしい。大野充。さあ、打撃もどうだ。先ほどの斬新が効いてるか。あと1キックが足りない。後頭部か側頭部か。ハイキックで打っていく。7分経過、ラスト3分。まだいけるぞ。残り2分。レッキャー、ラスト2分になりました。試合時間がないぞ。前の打席く8分17秒。8分17秒。